日差しが少しずつ暖かくなってきましたね。今週は春の定番に一工夫をテーマに、この時期ならではの美味しい食材を生かして作る定番おかずを紹介していきます。今日は春キャベツ、アサリ、絹さやを使った料理、舘野京子さんに教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、やっぱりあの春の食材というとやっぱりあれですよね、美味しいですね。柔らかくてね、柔らかいイメージがありますよね。あの新キャベツなんかはとってもみずみずしくて、はい、生で食べても美味しいですし、アサリは身がふっくらしてますし、キネサヤも色もあの香りも濃くて、もう使っていきたい春野菜です。そうですよね、はい、さあそれでは今日の一品目、まずご紹介しましょう。シャキシャキキャベツのホイコーロー風。はい、これはですね、あのキャベツというとホイコーローが定番なんですけども、春キャベツの柔らかさを生かして炒めずに作るサラダ感覚のホイコーローです。炒めずに、はい、あのとろっとしたコクのあるお肉を上からたっぷりかけて混ぜて、野菜もたくさん召し上がっていただきます。あ、楽しみです、はい、じゃあ主役は何といってもこの、そうですね、キャベツなんですけども、巻きがちょっとこう緩めで、あのふんわりしていて、こう緑っぽい香りもたくさんで、はい、まあ、冬キャベツより全然柔らかくって甘みがあります。そうですね、今日はこれをちょっと生っぽく、うん、はい、食べていきます。はい、はい、生っぽく、はい、まずですね、キャベツですけども、芯はあのやっぱりありますので、ここの軸のとこですね、はい、ここは V 字に切ります。うん、なるほど、これを2人分で 4,5 枚使うということですね。そうですね、はい、はい、で、あの後の残りの葉っぱはちょっと大きめにですね、大きく切っても柔らかくて甘みもあって、うん、こうシャキシャキっとしてるんですけども、はい、こんな風に 4,5 センチ角に切ります、はい、そして芯も甘くて柔らかくて美味しいのでもちろん使います、うん、ここは薄切りに。あ、なるほど、食べやすいように、ね、はい、これも食べ美味しい部分なので薄切りにして、うん、で切ります、はい、でそれをですけれども、あのここに、あら、ポリ袋ですか。そうです、 ありますけれども入れます。ほうほう、でここでですね、ちょっとこう柔らかいんですけども、うん、たまにしなっとなっているので、これを冷やしてパリッパリに、しますので冷蔵庫に入れますけれども、でそこで、彩りにパプリカも4分の1個分薄切りにして、これも生でいただけるので、はい、それを一緒に袋に合わせて、あのキャベツ洗った時の水分は、はい、こんな感じで、水分はですね、ほどほどに残しておいていいんですね、はいはい、でそれで冷蔵庫で冷やしている間にその水分が、うん、あのキャベツの周りについた水分が、うん、こう脈の中に広がるというか、はい、パリッパリになるので、これを冷蔵庫で15分冷やします、はい、で今日は冷やしたものがありますので、ちょっとありますから、準備したものがあります、はい、こちらですね、はいはい、さあ15分冷蔵庫に、ポリ袋に入れて置くと、はい、こんな様子でこうちょっとかなり膨らんでるんですね、はいはい、でこうシャキシャキなんですけども、さっとこう音がこうそうキュッキュッっていうような音もしますね、しますね、でも本当噛むとパリッと、柔らかいんですけどもパリッとシャキッと、これが今日とってもあの上のとろっとしたお肉とよく合うので必ず冷やしてください、なるほど、でそこに、まず下味をします。はい、あ、これも袋のままでいいんですね。袋のままで大丈夫です。塩と砂糖今ちょっとずつしました、はい、そしてそこにごま油少しなんですけども小さじ1、うん、野菜に下味をつけることで上からさらにあの味をつけていくのが絡みやすくなるのと艶も良くなりますし、はいはいはい、あのキャベツのところを食べてもこうちゃんとほんのり味がするように、これ重要なので必ず、まあ、もう袋でね、できてしまうのでやって、準備をしてください。あ、下味が大事、下味がほんの少しなんですけどもとても大事です、はい、でその次に、このキャベツの上にかける油の準備をちょっとしていきます、はい、ごま油今度は大さじ1杯、はい、お店に比べればこれでもちょっと少なめだと思うんですけども、ごま油大さじ1を薄煙が出るくらいまで熱しておきます、はいはい、で先ほどのキャベツをもうお肉が来る前に器に盛って準備しておきます、ね、だからホイコーローって聞くともうキャベツを炒めるっていうイメージがあるんですか。そうですね、今日はもうお皿に、お皿に持ってしまうんです。でも炒めたような香りもしますし、うん、はい、本当にお肉とよく合ってご飯にも合うおかずなんですけども、このようにもうお肉がいつ来てもいいように器に、はい、キャベツは準備しておきます。3倍 OK、 はい、 OK ですね、はい、で油はどうでしょうか、うん、
ね、こうすらと煙が上がるくらい、はい、本当だったらなんかキャベツをここに入れたくなるような気持ちですけども、うんうん、そうですね、今日はキャベツにこの熱々をかけます、ちょうど煙が上がって香りもしてきたので、気をつけてくださいね、こうジュッと、この音ともう即座にこうわーっと、あの炒め物のいい香りがするんですけども、本当だ、炒めてる匂いだ、すごいいい香りがしますよね、はい、でこの油をかけることで、うん、春キャベツの食感も活かせますし、このなんといっても焼いた油のすごくいい香りがこうね、油がツヤツヤっとかかってるんですけども、なるほどなるほど、はい、で先ほどの、油を熱したフライパンをそのまま使って、ホイコーローといえば豚バラを、はい、炒めます。ごま油を小さじ1弱入れます。これはやっぱりあの豚のバラから油を呼び出すのと香りをつけるので少しですけれども足してください。で、そこでバラを豚肉を炒めます。まあ、なるべくあの重ならないようにザザザッと入れて、はい、もうここは普通にこんがり、炒めます。なるほどね。はい、やっぱりホイコーローだから、あの種類は豚バラ肉が、豚バラが美味しいですね。で、あの、うん、後々出てきた油は、うん、はい、少しあの吸い取ってあのペーパータオルで吸い取りますので、そんなにしつこくなく、程よいコクと、やっぱりこの豚バラの香りとが欠かせないので、ぜひ豚バラ肉を使ってください。はい、じゃあちょっとこれ後藤さん、いいですか、お願いしても、こんがり炒めておいてください。はい、ひっくり返したりすればいいんですよね。そうですね、時々ひっくり返してください。はい、で、ここで合わせ調味料を用意します。今ここに味噌が大さじ1入っています。で、そこに、酒入れます。ちょっとお味噌が、ダマダマにならないように一度こう溶き伸ばしてください。で、味噌は赤味噌を使っていただけると、もこういう色の茶色っぽいお味噌を使ってください。で、そこにみりんです。全部今のところ大さじ1なんですね。同量ですね。はい、で、そしたらそこに醤油が大さじ1弱と、あと砂糖も大さじ1弱。これはあのやっぱりお味噌の甘さとか塩分によって加減したいので弱なので、ちょっとご家庭の味噌に合わせて加減されてください。はい、そしてそこに生姜のすりおろし、はい、これもおろしでよくてみじん切りを炒めたりしなくていいので楽です。で、ニンニクのすりおろしも小さじ2分の1弱です。そしてホイコーローというとやっぱりちょっとピリッとした感じが美味しいので、今日は豆板醤を少し入れます。ではあのお子さんいる方なんかは、加減されるといいと思いますけども、少しピリ辛が豚肉に合います。で、これで合わせ調味料の準備ができました。では豚肉はいかがですか？はいはい、あのね、ところどころ焼き色がいい具合にいいですか？とても美味しそうに焼けてます。油もこう出てますよね。うんうんうん、でちょっとこれだと油が多いので、ここの余分な油をちょっと開けて、紙タオルですか、はい、紙タオルで吸わせてしまいます。うん、こんな感じで吸わせますね。あまり油取りすぎてもですか？まあ、そうですね。あと豚の、うん、あの油なんで、キャベツの上で白く固まってしまっても困るので、適度に取ります。ただあんまりカリカリにすると、はい、お肉の感じがちょっとふんわりした感じもなくなりますし、そうですね、もったいないので、これぐらいですかね。ちょうどこかしげて油がほぼないかなくらい。少し出てくるぐらいのね。これぐらい取って、ね、大丈夫です。はい、そして、ここに先ほどの調味料、もうこれすごく美味しそうなんですけども、ずっとね、わ、ホイコーローの香りです。香りもしますし、ここに本当はキャベツを戻し入れるかなというところなんですけども、うんうん、逆でですね、はい、こっちの豚肉をキャベツにかけます。こう、もう誰が見てもこの美味しそうな、ね、うん、そうそうそう豚肉ですよね。もう少し煮詰めて、この豚バラの美味しい味噌もキャベツに絡めますので、こんな具合でしょうか。なるほど、なるほど。はい、では、はい、盛り付けますね。いや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 。はい、いい香りのキャベツの上に、うん、もう熱々を乗せて、そうです、もうこの頭の中ではもうホイコーローが、ホイコーローです、はい、そうです。で、仕上げに、私ちょっと胡椒好きなんですけども、はいはい、胡椒をやっぱりするとさらに香りがわーっと広がって、こんな感じですね。で、食べる時にはよく混ぜて召し上がっていただきたいんですけれども、できました、はい、はい、いやこれは本当春のホイコーローですね。そうですね、ホイコーロー。さあご覧いただきましょう。シャキシャキキャベツのホイコーロー風、出来上がりました、はい、さあじゃあ早速、ね、このキャベツを、うん、うん、本当シャキシャキ、
なんか香りはね、うん、ちょっとホイコーロー、うんうん、そうそう、でお肉と一緒に、うん、まさにホイコーローです。でもやっぱり春キャベツの美味しさがね、そのまま生かされてますね。そうですね、このなんとも、ね、うん、軽いあのシャキシャキ感というか、そうそうそう、うん、はい、さあおさらいしましょう。キャベツは冷蔵庫で冷やすことでシャキッとした食感になりました。野菜に下味をつけてから熱したごま油を回しかけることもポイントでした。あとは炒めた肉を絡めるだけで、はい、お手軽な春のホイコーローでしたね。そうですね、なんかお店だとやっぱりね、油通しとかして難しくて、うん、私もなかなか上手にできないんですけども、これだと本当に失敗なくできると思います。そうですね、はい、さあ続いてはアサリとササミの酒蒸しです。はい、これはアサリの酒蒸しにササミとワカメを加えてボリュームを出しました。でアサリとササミから出てくる煮汁をさらにワカメに絡ませた、うんうん、はい、ちょっと春がいっぱい詰まった一品です。いや見るからに春の佇まい、はい、ね、はい、ではアサリですね、はい、こう今砂出ししたアサリなんですけども、うん、砂立ちしても周りのこう殻の間に意外に汚れが、はい、ついていることがあるので、この殻の中の汚れをこう出すようなイメージで優しく殻と殻をすり合わせて洗います。で普段ご家庭でしたら流水の下でしていただければいいんですけども、で洗い流して水気を切ってアサリの準備をします。はい、こちらですね、さあザルに上がってますね、はい、250g 今日は用意してます。はい、旬なので美味しいですよ ね、そうですね、はい、で次はささみです、はい、でこれも今筋は取ってあるんですけども、はい、いつもよりは気持ち薄めにですね、はい、そぎ切りこんな感じにします。難しく、難しいことは何もなくてですね、普段ちょっともうちょっときっと皆さん厚く切ってらっしゃると思うんですけど、うん、ちょっとお刺身を切るような感じで、はい、そうすると、うん、アサリのこう、うん、アサリを引き立てるようにささみがこう薄くってつるっとしているので薄く切ります、はい、でそれに今日は下味をします、はい、今、はい、ささみ切ったものが 150g ありますけれども、そこに酒と、うん、片栗粉各小さじ1、はい、これがこうささみがしっとり仕上がりますね、はい、で塩もちょっとしたことなんですけれども、ここでささみに下味をつけておくと全体の味がまとまりやすくなって、これだけ軽く下準備をしていきます、うん、あ、酒と片栗粉を一緒につけると、はい、そうですね、ささみしっとり、やっぱり鶏肉なんでちょっとつるっとアサリと一緒に口に入ってもらおうと思ってそんな準備をしてあります、はい、でこちらですけれども、はい、今もうささみが煮汁の中で煮立ってます、ね、で酒が大さじ2、みりんが大さじ1、塩が1つまみ、水がカップ2分の1と煮立たせまして、はい、弱めの中火でささみを並べ入れて蓋をして2分間、うん、あ、蒸し煮にしてあります、はい、なるほど、はい、そうすると鶏からも旨味が出てますね。そうですね、もう今すごくいい鶏の出汁が出てます、ここにさらに海のアサリの、うん、はい、さあ陸の鶏と海のアサリの出会い、ね、2つともあっさりしてるんですけれど、でもあっさりですか、 あっさりなんですけども、はい、本当に凝縮した、うん、優しい濃い旨味が出るので、これを合わせて、さらに蒸し煮をして、貝の口が開くまで、はい、蒸し煮にしています。はい、そうだね、はいはい、その間にわかめの準備をします。さあまた味を出してくれるものが登場します。春が旬なわかめです。今日塩蔵のものを水で10分ぐらい戻してあります。うん、でこれ少し小さめに、あとまだ煮立っていると煮汁の中で大きく伸びるので、1センチ幅くらいですかね。小さめに切って、これもね香りがいいですし、そうですね、もう見ただけで春ですよね。そうですね。はい、アサリも春、わかめも春。そうですね。でこれやっぱり乾燥のものより生が肉厚で香りもあって美味しいので、せっかくなんで今の時期は塩蔵の生を使っていただけたらいいと思います。あ、ね、さあどうでしょうか。はいはい、なんか口が動いてますね。うん、はいはい。ポコ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 開いてます。元気のいいアサリで、はい、ほぼ開いてますね。でアサリ、ね、やっぱり貝類は、うん、火を通しすぎても美味しくないので、はい、この本当にいい具合に開いたところに、わかめを入れます、はい、いやーこのわかめっていうぐらいねわかめたっぷりですね。そうですね、このわかめがこの今ある煮汁を程よく吸って、はい、本当に理にかなった素材が合わさっているんですけども、色も綺麗ですよね。ですよね、アサリが主役なんだけども、はい、
ささみも入ってるし、このわかめもまたごちそうになってます。そうなんです。あさりだけでちょっとボリュームがいつも足りなくて、うん、はい、あのどこの献立にするかなって迷うところがあると思うんですけども、はいはい、お肉が入るのでもう主菜としても大丈夫ですね、うん、でバター今小さじ1杯入れました。あ、はい、でも余熱で溶かすいい香りですね。ちょっとなんですけども、ね、はい、やっぱりこれでさらにコクが出ても贅沢な煮汁が、うん、そうですね、あ、ほんの少しのバターですけどもすごいリッチな香りがまたね、そうですね、わかめとかあさりのちょっと磯臭さというか、それをまたこう風味豊かに変えてくれるので、これで出来上がりです。では盛り付けをします。はい、いや、やっぱりわかめのグリーンが入ることで彩りが ね、はい、またいいですよね。あとこう喉越しもささみも、ね、うん、ささみもつるっと、はい、わかめもつるっとで、あさりはプリプリだし、まあこのだしはもうね言うことなく、はい、言うことないですよね。あさりの旨味でしょう、はい、ね、鶏の旨味でわかめも入りましたもんね、はい、ご飯にも合うんですけど、これ、うん、あのパスタをちょっと入れてもいいですし、あのガーリックトーストなんかにも合うので、まあ、いろんな年齢の方に、ね、食べていただけるといいかなと思います。なるほど、なるほど。そして仕上げにやはりちょっとね、そのものなので青ネギを振ると、はい、バターとも相性よく、細ネギの小口切りもね、はい、そうですね、はい、できました、うん、あー、出来上がりましたね。さあご覧いただきましょう。アサリとササミの酒蒸し出来上がりました、はい、ねえ、やっぱりこのアサリとそれから鶏肉の、まあ、出会いですよね。今一緒に食べちゃった。やっぱり美味しいものに美味しいもの、つるっとプリッとで、やっぱりこのアサリ春のごちそうですね。そうですね、うんうんうん、さらにワカメがそれを知って、でやっぱりバターが効いてます。あ、そうですか。ささみはアサリを引き立てるように薄く切りました。わかめに美味しい煮汁を吸わせることもポイントでした、はい、ですからわかめも美味しい。ありがとうございます。さあ続いては絹さやとつくねの卵とじです。はい、シャキッとした絹さやとこう柔らかいつくねを卵でこう閉じた一品なんですけども、すごく優しい味なんで、うちでも本当家族中に人気の献立です。はい、いや、見た感じも春というね。そうですね、色もとっても春らしくて、はい、ではまずその絹さやです。さやえんどう、やっぱり筋ね、皆さんご存知と思うんですけども、こうなり口のところここですね、ここをこう引っ掛けて、ここまではね皆さん結構ね気持ちよくやりますので、ここで終わりにしちゃう人が多いんですけど、はい、一周するんですね。こっち側にも意外と筋があって、ね、結構これもありますよね。で、あのちぎれても逃げずに、あの必ず一周、もう一つやってみますね。はい、これやっぱり、はい、あの食べ心地をね良くするという意味では、そうですね、筋はねやっぱり、うん、あの食感悪いので、ね、あの必ず取ってください、でも筋取りもねこうプチってしてスッってこう気持ちのいいもんで、はいはい、もう私もあの小さい時からお手伝いによくやってました、はい、そうですか、はい、それが今日の姿になっていったわけですね。今回はそれで準備します、はい、で次お肉です、今日は鶏のもものひき肉を 100g 用意しました、はい、でここにあの柔らかいつくねので調味料を入れていきます、はい、まず酒ですね、いつもより柔らかいので、はい、皆さん時々こんなに柔らかくていいのなんて言うんですけども、こうお肉になじませるようにして入れてください、はい、今酒大さじ1いいです、ね、次がみりんが大さじ1です、はい、うん、また水分が大さじ1、そうです、はい、でもひき肉ってあのこう、結構お肉あの水毛を吸い込むので、うん、こうよくよく混ぜてるとどんどん柔らかくなりますよ、ね、で水ですね、あ、なんと水大さじ1、もうこのを入れて柔らかくして、はい、こう柔らかくしたところにまとめるためとこうつるっとした舌触りの片栗粉小さじ1を入れます、はい、そしてやっぱりちょっとお肉にも味をつけるので塩少々入れてよく混ぜます、いやだけどこうこの段階見てるとシャバダバダシャバダバダっていう感じですよ ね、 ですね、シャバダバなんですけど、それが柔らかい鉄ですね、柔らかいつくねを作る、そうです、でも手なんかで混ぜてしまうと手についてしまうし、スプーンで落とすのでもスプーンで混ぜられるといいと思います。はい、じゃあ手でこう丸めなくてもいいんですね。丸められる柔らかさではないですね、で今ここにだし汁4分の3カップ、酒みりんが各大さじ1杯、醤油が小さじ1、砂糖が小さじ1弱、
塩が小さじ4分の1と玉ねぎが中火で煮立てて少し柔らかくなってます、はい、でそこにその柔らかいつくねを今日はもう丸められないのでスプーンでポトンポトンと落とす感じですね。で煮汁が煮立ってないところに入れると散ってしまったりするので必ず煮汁がこうふつふつ煮てるところに入れてください。あの生地が柔らかいだけに溶けるとかバラバラになりやすいのでこう今もう瞬時に入れたらポトポト固まりますよね。これ大事なので必ず煮立てた煮汁に落とし入れてください。この柔らかい鶏つくねが絹さやのこうシャキッとした食感を邪魔せずあのいい具合になるので。なるほど、そうか、つくねの柔らかさとあのシャキッとした絹さやとのハーモニー、ね、コンビネーション、はい、そうなんです。つくねメインじゃなくて絹さやのシャキッとを引き立たせます。で、はい、弱めの中火で3分間を蓋してみて、うん、でちゃんと蓋あのつくねが煮えたら絹さやを入れてさらに 2,3 分煮ます。はい、はい、で、あの、うん、卵の準備しますね。はい、あ、さらに 2,3 分あの蓋をして絹さやを入れてからも煮てください。はい、わかりました。さあ、そして卵を、はい、まあ卵とじなので卵ですけれども、ね、ここにも一つポイントがあります。はい、今ざっと卵にこう溶いてます。で、そこに水です。また水ですか？柔らかくするにはもう水が大事で、はい、大さじ2入りました。大さじ2入れてこう全体に混ぜます。こうすることで、ふわっとした卵とじに誰がやっても上手にできる、固くならない卵とじになるので、私がやっても大丈夫です。大丈夫ですね。そうか、はい、水ね、ふわっとなる。ふわっとなりますね。ちょっと火が入れすぎちゃったらね、普通固くなったりしますけども、うん、はい、ふわっと仕上がります。今強めの中火にしてあります。はい、まあ、卵とじなので、うん、外側から流し入れて、内側にこんな感じで流しますね。ね、こう見ると本当に大丈夫かなっていやいや、だんだんこうで、はい、あの必ず卵とじは蓋しなきゃいけないので蓋、はいはい、しますね、はい、でやっぱりここで普通卵のままだとお水が入ってると結構固くなっちゃったりとか心配なんですけども、うん、意外とこうクツクツやってもとろっとしてて、またこれもあの絹さやを引き立てるんですね。とろっとろの卵なのでシャキッとした絹さやがとても感じやすい。つまり水が今日はいい働きをしてるってことですかね。そうですね、柔らかさで絹さやを引き立てる、うん、もうちょっとですね、はい、でもこれ心配なく結構クツクツやってしまって大丈夫です、うん、あとはあの卵とじなのでお好みの加減ですけどもね、はい、本当にそう、どうですか、ね、普段卵とじやろうと思うとちょっと油断してると ね固くなりますけども、そうですね、これでもトロトロなので、はい、じゃあ盛り付けます。はい、はい、いや確かにこの春のあの佇まいの本当に、ね、卵とじトロっとしてるんですけども、ね、あ、なんかまたこの絹さやのグリーンとね卵のこの黄色で、やっぱりあのさっきあのつくねと絹さやと玉ねぎと入れるあの火の加減をずらしましたけども、はい、それもとても大事で、どの食感も美味しく、はい、してあるので、あのずらす火加減はなさってください。でとろっと、はい、ね、卵もとろとろに、仕上がりました、ではこれで出来上がりです、はい、さあご覧いただきましょう。出来上がりました、はい、絹さやとつくねの卵とじです。春の、ね、はい、春のたたずまい、ね、このつくねもふわ、それから卵とじもふわ、ね、そうそうそう、香りがすごく今ね絹さやの香りがよくしてるんですけども、いやまさに、ね、はい、春の一品。さあおさらいです。絹さやは両側の筋を取って口当たりを良くしました。鶏ひき肉のつくねには水を加えることで柔らかい食感になります。溶き卵にも水を加えることでふわっと失敗なく卵を閉じることができました、はい、いやこれはあの家庭の料理としてもちろんですけども、はい、お客さんいらっしゃった時も喜ばれますよね。そうですね、まず色が華やかですし、うん、香りもわーってね、しますし、あのビールにもご飯にも合うので、お子さんからお父さんまで楽しんでいただけたらと思います、ね、春の食材満喫です、はい、いやごちそうさまでした。ありがとうございました。今日ご紹介した料理はテキスト3月